こんにちは、レイセンです。今日は12月13日月曜日になります。実験生活1338日目で、今日からタイトル変えます。だいたい生揚げとドリンクで小食粗食実験、今日1日目ですね。で、天気は晴れ、現在時刻は午前11時20分です。今日は、生揚げの実験なんで、初日なんで、生揚げ買ってきます、買い出しでね。で、これからだね。今からは、主食だね。メインは生揚げ。で、あとドリンクは人参ジュースとトヤミックスだね。これでやっていくんだけど、間食だね。おやつ。間食として、これプラス、マクロビハビスケットとか、あと、濡れおかきとかね。あと、甘栗っていうか、この辺取っていく予定です。で、ミックスナッツはもう取らない、もうなしだね。あれはやっぱダメだな、食べちゃダメだな、ダメなやつだ、体の調子とかなんかね、ちょっと気持ち悪くなったりするんだよ。少しなんか妙な気持ち悪さが出るっていうのかな、あとなんか妙なしんどさが出るっていうの、なんか体にとってあれはマイナスだから、ミックスナッツは取らない方がいいですね。取るんだったら、甘栗かなってとこです。甘栗とか、あとブルーベリーですね、ブルーベリー、解凍したブルーベリー、この辺ならいいかなと思うけど、どっちもあんまり食べ過ぎない方がいいですけどね、甘栗だったら 500g までですね。ブルーベリーだったら、どのぐらいだろう、大さじ5杯とかするぐらいですね。あんまり食べ過ぎない方がいい。で、一応、今日は生揚げ2パック、2パックと、一応ね、予定ではね。あと、マクロビハービスケット、は買ってくる予定です。濡れおかきももしかしたらちょっと買ってくるかもしれないけど。で、今後はね、今後は生揚げでやっていくんで、基本生揚げですね。で、あんま食べる気しない日は、絶食しようかなと思ってるけど、基本、生揚げで。で、生揚げの量をだんだんと減らしていってね。で、絶食に近づけていくっていう。そういうやり方をしていこうと思っています。どっかでね、どっかでバランスのいいところがね、あるかもしれないんで、体重も落ちずに、ね、エネルギーも十分あって、若返っていくところがね、あるかもしれないんで。そこをちょっと探すってとこです。そんだけかな。したら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。有機豆乳を300、早めに買い出し行こうと思うんで。で、これ1を200、これ1が割と1杯あるんでね、しばらくこれ1とやだな。グリーンスムージーも開封したやつあるんで、それは使っちゃうけど。このとこですね。ちょっと泡があるんで多いように見えるけど、多くはないですね。で、あと水。ここ入れてきます。神社の井戸水を300。一杯ぐらいはメープルレモン水作ってもいいけど、なるべく絶食の時にね、絶食っていうか、間食のない日っていうのかな、ない日に作りたいなと思う。あと人参ジュースですね。これ目にいいね、目の疲れとかにいい。取ったら分かる、全然違うから、取るとすごい楽になるんで、これ1本ですね、今日取っていきます。で、あと大根だね。大根の酢漬け、大根おろしも、ちょっとね、取る予定です。だけかな。したら、買い出し行ってきます。今、買い出しから帰ってきました。買ったもの。まず、人参ジュースですね。これ4本ですね。4本買っています。で、あと、濡れせんべいですね。岩塚の濡れせんべい。これを、1袋ね。1パック。4枚入りですね。
原材料名、うるち米、かっこ国産、発酵調味液、かっこ米醸造液、ぶどう糖、異性化液糖、水飴、その他。その他ってなんだろうね。いいのか、その他って。で、麦芽と醤油、砂糖、還元水飴。で、添加物、調味料、かっこアミノ酸等なんで、グルタミン酸ナトリウムは使ってる。化学調味料は使ってるってところですね。で、濡れおかき。マクロビハ。これでしょ。で、横綱、まあ、この間あんまり良くないって言ってたんだけど、安かったもんで、買っちゃった。で、生揚げですね。ニコヤ本店さんの生揚げ。で、五目生揚げですね。この辺。あと、これ、生はうまい無添加焼肉のタレってやつね。面白いでしょ。面白いっていうか、あのね、手作りって書いてあって、化学調味料、保存料、着色料、動物性原料不使用って書かれてるんだよ、ここに。ここに。ああ珍しいよね。ああ動物性原料不使用って書かれてるやつって、あんま見たことないんだけどさ。うん、だこれ作った人は、ヴィーガンなのかなってちょっと思った。ね。わざわざ焼肉のタレだよ。焼肉のタレなのに、動物性のものを使ってませんっていう風に入れてるって珍しいよね。ねえ。焼肉って肉じゃんな。だからね、焼肉食べる人は動物性のものを不使用なんて、まず探さないでしょ。ねえ。焼肉なんだから。肉食べるんだから。うん、だから調味料、ねえ、調味料に動物性不使用なんてものを探したりはしないわけだ。まずね。なのに、これコンセプトがね、動物性不使用って。まあ、化学調味料とかね、保存料、着色料はわかるよ。だけど、動物性原料も不使用って、ないよね。焼肉のタレでさ。ちょっと面白かったのでね、買ってみた。つまり、これは、焼肉のタレなんだけど、うん、焼肉以外のところに使うっていうね、ことを想定されてるんじゃないかなっていう。で、原材料名は醤油、過去国内製造。で、砂糖、本みりん、ごま油、米酢、ニンニク、過去国産。で、すり、ごま、香辛料。一部に小麦、大豆、ごまを含むってありますね。内容量 450g です。これいくらだった ?500 円ぐらいだったかな。500g で500円。まあまあいいよね。製造者は、みけんでね。味に研究の県でみけん。山梨県ですね。すごい面白いね、ここの会社ね、うん。もしかしたらね、もしかしたらいいかもしれないんで、ちょっと味。なんか容器が、あ、いいか。うん、珍しい容器だね、これ、うん。ここをロックされてるっていうね。あんま見ないね、こういう容器。うん、なんか、すごいギザギザだけど。うん、あ、美味しい。ああ、美味しい。あ、これいいかもしれん。はあ。なんだろう。ドレッシングっぽいんだけど、すごく。はあ、香辛料の、なんか味、香りがすごいする。はあ、香味野菜かな、これ。はあ、なんかすごい香辛料。ほんと焼肉に合いそうな香辛料の。味、香りがすごいするね。ニンニク、ニンニクなのかな?なんかニンニクっぽさはそんなわかんないんだけど、香辛料がすごいっていうのかな。で、ちょっとなんかね、質のいい香辛料って感じだね。うん。なんかちょっと違う。うん、これいいかもしれん。ただこれ、分離するな。あ、ごま油が入ってるでか。結構甘い。甘くて、辛さも、なんかほんのりあるか。あ、後がじわっとくるの、辛さが。あ、これ美味しいわ。これすごいいいわ。やばいね、これ。いいの見つけちゃった。動物不使用だし。
まさになんか、うん、私のためにあるみたいな感じのね、こういう生ハゲとか用にさ、うん、これいいな。これスーパー売ってるんで、うん、ピアゴだったけど、うん、またちょっとなくなったら、うん、レギュラー入りだね。多分レギュラー入り決定だと思う。うん、したら取ってきます。まあ、順番にね、全部食べていくんで。次入れていきます。うん、ずっとかぶってるとなんか、うん、外したくなるね。キリンジャネと水を300、はあ、したら取っていきます。次入れていきます。近所の湯と水を300。あの焼肉のタレいいね、あれあれいいもん見つけたわ。常連じゃないわレギュラー入り確定ですね、あれ、うん、あれいいですね。味もいいしコンセプトもいいし言うことなしです。スタートってきます。今11時ですね。そしたら計測入っていきます。エソ測っていきます。正面、側面、背中、うん、75ですね。血圧110/80です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間8時間ほどとっています。午後4時半から5時半までの1時間と、翌日午前2時から8時までの6時間、あと9時半から10時半までの1時間、合わせて8時間です。で、ジョギングは今日もなし、ウェイトトレーニングもなしです。日中の室内温度午前11時頃計測で21度、湿度は 28% でした。飲んだもの、有機豆乳、今日は 300ml、まあ一杯だけなんでね。で、これ1が200、人参ジュースが720、水は神社の井戸水で700です。まだあと200ミリくらいかな。冷蔵庫入ってます。合計が1920ミリリットル、水700のため実質は1220ミリになります。で、これプラス固形物、今日は横綱油揚げ1枚と生揚げ1泊2枚入り、濡れせんべい1泊4枚入り、濡れおかき65グラム。マクロビハービスケット 100g、五目生揚げ1枚っていうところです。で、漢方は少し。で、香辛料等はなしです。尿回数が5回ですね、出てます。濃さ薄め、量は平均的な量でした。大便が1回出てます。午後5時50分頃、色褐色、粒13粒。で、太バナナ状10センチ、プラス中太バナナ状5センチ。固めで匂いはわずかにありってところですね。うん、最初にもうポチョン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 って粒がね、
まあ中粒小粒かな、ぼちょぼちょんって出て、でその後ちょっとだけね太バナナがニュッと出て、で最後ラストね中太が少し出たってとこです。おならはたまにありで匂いはなしです。今日の計測時刻は午前11時頃です。昨日よりも1時間ほど遅いですね。まあその分 0.1 キロぐらいは減ってることになります。体重 65.55 キロ、昨日に比べて 0.2 キロの増加です。なので昨日と同じ時間に測ったら 0.3 キロの増加ですね。うん、まあ、そんなには変わってないね、うん、本当にちょっとだけ増えたって感じですね。 BMI20.7 でプラス 0.1、 体脂肪率は 17.5% で 0.1% の減少です。まあだから今日はまあそんな変わってないですね、うん、血圧110の80、最高血圧マイナス2、最低血圧変化なしなんで、血圧はまあ低い状態維持してくれています。脈拍78で変化なし、ウエスト75センチでこれも変化なしですね。で今日の気づき、まずはね、あの焼肉のタレ、あれあれあれどこの会社だったっけ、みけんだね、みけん、山梨県のみけんってところが作ってる無添加焼肉のタレっていう、まあ、これなんだけどさ、うん、まあ、や内容量 450g なんだけど、ミリリットル換算だとどうだろう、350近辺かな、うん、この大きさなんでね、まあ、350くらいだよね。まあ、そのぐらい、まあ、それ前後ぐらいじゃないかなって思います。うん。で、これがね、まあ、話したけど、ここにね、化学調味料とか保存料、着色料、動物性原料不使用ってね、ここに書いてあるんだけどさ。あ、面白いよね。焼肉のタレだよ。うん。動物の肉にかけるタレだよ。なのに、うん、動物性不使用にしてるっていうね、うん、コンセプトがね面白いよね。ないよね。でね、あのエヴァの、ね、焼肉のタレとか他のやつ見てるとね、なんか動物性の、まあ、原料使ってたりするんだよ、うん、ポークエキスとかさ、ビーフエキスとかさ、ああいう動物性のエキスを、まあ、あのおそらく意図的にね入れてるっていうか、入ってたりするんだよ、原材料名の表示見るとね、うん、動物性のエキスが入ってたりするんだよ。多分で、まあ焼肉のタレだからさ、ね、うん、そもそもその動物性のものが好きな人たちが使うタレってことじゃん。ね、だよね。ビーガンの人はそもそも焼肉やらないから、ね、うん、動物性不使用っていうものを選ぶ人たちっていうかな。ベジタリアンとかビーガンの人たちはそもそも焼肉自体食べないから。うん、なので、うん、ターゲットにする顧客層がさ違うわけだよ、ね、だからエバラとかはその動物性が好きな人だね、好きな人をターゲットにしたタレをね、まあ、作るっていうところで動物性のエキスを入れてたりするんだけど、うん、ここの会社は違うね、ミケンさんは違うんだね。焼肉のタレだけど動物性を不使用にしてるっていうね。面白い。だけど、うん、まあ、私みたいにね、焼肉のタレを生揚げにかけるっていうね、そういう使い方をする人にはね、もう最高の商品だね。だこのコンセプトが刺さる人って言ったら私ぐらいじゃないかな。っていうか、まあ少ないと思う。私だけってことはないと思うけど、すごく少ないんじゃないかな。わざわざ焼肉のタレを焼肉じゃないものにかける人で、それでいて動物性のものを取らないようにしてる人っていうね、だすごい狭いよね。層がね。でも、ね、私とかごくごくね、ごくごく一部の人だけじゃないかな。ビーガンの人とかでもね、焼肉のタレの味が好きで、でそれを例えばサラダとかさ、豆腐とかさにかけてるっていう人はいるかもしれないし、そういう人はまあね、これみけんのね、みけんさんのやつは刺さると思うんだよ、ぴったりいくと思うんだよ。でもね、面白い、すごい面白いんだけどさ、でも買う人ってなんかその動物性不使用ってところにありがたみを感じる人ってあんまいないと思うから、売れるかどうか知らないけど、ただね、味うまいんだよ、味すごくうまいんだよね。これでこの味で
まあ、なんていうのかな、甘さもあって、で、ちょっとなんか辛さもあって、で、なんかその、ちょっとピリッとしたっていうか、うん、香辛料だろうな。香辛料の味がね、結構強いんだよ、味とか匂いが。結構強い。すごく効いてる。うん、なんかその、家庭の味って感じじゃないね。うん、なんかお店の味っていう感じなんだわ。うん、ちょっとね、センスがいいっていうのかな。なんか中華の味になるっていうかな。あれを、これをね、これをかけるとね、中華の味に変わるんだわ。うん、それがいいね。それでいて、添加物入れてないしさ、添加物入れてないっていいよな。うん。うん、無添加だからね。うん、無添加で動物性も使ってないんだよ。最高じゃん。ね。いいもん見つけた。で、値段も500円だからさ、これ500円なんだよ。この量で500円で、しかも味もいいっていうね。うん、で、動物性不使用。添加物も使ってない。最高だよね。あ、もう言うことなしって感じだった。あ、まあ、即レギュラー決定ですね。これと、あと、キッコーマンのね、素材5000だね。これでやっていくのがいい感じですね。で、おろし醤油ってやつ。キッコーマンのおろし醤油。あれ、おろしタレって言ってたけど、おろし醤油だったね。おろし醤油も美味しいんだよ。あれかけるといいんだけど、あれ中に添加物入ってるからさ、うん、グルタミン酸ナトリウム使われてるもんで、まあ、あれの代わりに、いつも漢方のね、大根おろしだね。あれ、まあ、お酢入ってるけど、あの大根おろしを、まあ、乗っけてね、乗っけてから、素材5000のね、キッコーマンのタレ垂らすとか、この焼肉のタレ垂らすとか、まあ、それでもいいかなってちょっと思ってるところです。それだったら完全無添加だから。まあ、添加物取らなくていいよね。あと、まあ、濡れおかきだね。濡れおかきの中には入ってるけどさ。まあ、それぐらいかな。あと、生揚げの中に処方剤が入ってる。まあ、それぐらいかなってとこですね。まあ、でも、それだったらいいよねっていうね。うん。全然いいよねっていうね。うん。でもし、まあ、それでちょっと味がやっぱりね、お酢が入っちゃうとなっていうのだったら、まあ、今後もね、おろし醤油使っていこうかなと思ってます。まあ、味すごくいいんでね、あれ。ただなくなるのが早いね、あれ。瓶が小さいだけあって、あれで200円か、ちょっと高いなって感じですね。うん、だけど味がすごくいい。うん、まあ、そんなところです。うん、いいもん見つけた。この焼肉のタレね。これいい、マジでいい。これね、うん、まあ、スーパーでね、見かけたら一回ちょっと買ってみてほしいですね。うん、まあ、私と同じようなやり方する人はね、うん、動物性のものを取らないようにしてて、でね、生揚げでやっていく人はね、うん、ちょっとこれ買ってみてほしいですね。そんなところかな。うん、とにかく今日はそれが大きかった。あと、横綱油揚げ、まあ、今日取ってみたけど別に変な感じじゃなかったね。うん、体に、まあ、ちょっとなんか問題みたいなものはなかったっていうか、うんうん、普通に美味しかったしね。うん、まあ、安くなってたら買ってもいいかなって思った。うん、横綱の油揚げね。美味しいよ、マジで美味しい、あれ。うん、まあ、都庁の油揚げが一番美味しかったけどさ。うん、都庁の油揚げはでも心臓に来るでな、あれ。で、あと、濡れせんべいだね。濡れせんべい岩塚のやつ。あれ、初めて食べてみたんだけど、まあ、ちょっといまいちだな。あれ買うんだったら濡れおかきだな。濡れおかき一択ですね。濡れせんべいはまあ、ちょっと今後買わない予定です。まあ、まずくはないよ。まずくはないんだけど、なんかね、満足感が低いっていうのかな。ちょっとね。ただ、手を汚さないように食べたいんだったらありかなと思った。一つ一つ、一枚一枚が個包装されてるもんで。なんで、旅行に行った時とかさ、あ、そういう時にはいいかもしれない。ただ、ゴミは結構出るけどね。なんか旅行中とかさ、なんかね、ちょっとね、あんまり、手が汚れるのが嫌だなって時に食べるならいいかもしれない。で、一応ゴミ袋もね、自分で持参できるのであればね、まあありかなと思うけど。うん。まあでも味から言ったら濡れおかき一択ですね。買うんだったら濡れおかきかなって思った。まあ、そんな感じです。で、今日は調子良かったんだよね。調子良かったんだけどね、まあ夜までだな。夜まではね、やっぱ昨日のちょっとなんか何とも言えない妙なね、気持ち悪さっていうのかな。ナッツを食べた時のね、あのミックスナッツを食べた時に出てきた気持ち悪さっていうのかな。なんかね、妙なのが少しあるんだよね。少し体になんかじわっとね、妙な気持ち悪さがあるんだけど。
ミックスナッツ食べるとね。それがね、まだ依然として残ってたね、夜までは。で、夜中何時頃だったっけ、11時半頃に五目の甘揚げ食べてるんだけど、まあそれ食べて、それからは良かったかな。あんま、まあ覚えてないぐらいですね。で、まあ翌朝起きたらもう完全になくなってたんで、気持ち悪さは。うん、だからあの生揚げだな、生揚げでやるのがいいなと思った。あと夜中に食べたね、生揚げは美味しかったね。あの五目生揚げうまかった。あの五目生揚げ優秀だな、やっぱ。あれだけ美味しくって値段も安くって、体に入れた時のフィーリングもいいっていうね。まあ容器だけは最悪だけど、容器だけは最悪だけど、あれでもね、物はいいんだよ、すごくいいんだ、超優秀ですねあれ。あの五目生揚げ2枚だと、まあ値段的にも安く抑えられて、でまあいい感じかなと思った。ただ売ってないこともあるんでね、売り切れてるっていうか。なのでまあ基本は五目生揚げ2枚ですね。昼に1枚食べて、であと夜に1枚食べる、夜お腹空いてから1枚取るっていうね、このやり方で。あと間食はマクロビハビスケットと濡れおかき、あと甘栗も一応まあ候補に入ってくるけど、甘栗がとにかく値段が高いんだよ。あ、1000円するじゃん。1000円あったらマクロビハ買って、濡れおかき買って、で生揚げ2枚買っても、750円かな。まだ余裕があるよね。さらにまたなんか買えちゃうぐらいだから、1000円もあったらさ、考えるとね、甘栗ちょっとね、ちょっと高すぎなんだよ。めちゃめちゃ高すぎだね、あれね。で、甘栗を買わなければ、割と完食優雅にできるっていうか、贅沢できるっていうか、そんな感じ。なので、油揚げもね、横綱油揚げ1枚買ったりとかさ、できるぐらいだし。って思うと、ちょっと甘栗は高すぎ、コストかかりすぎなんでね。まあいいけどね、仕事してからだったらいいかなと思った。仕事したら、まあ金銭的にちょっと余裕ができると思うから。そしたら甘栗も買って、ね。で、仕事の休憩の時にちょっと食べるみたいなさ。そうするとお腹も落ち着くし。あれだったら腐らないじゃん。日持ちするしさ。で、味も美味しいし。いいかなと思うけどね。まあ、今はね、今は甘栗はまあちょっとなるべくね、なるべくやめようかなと思ってます。だか、まあどうしてもね、食べたくなった時は買うけどね。基本間食はまあとりあえずマクロビ派でやろうかな。あとブルーベリーがね、あの生のブルーベリーっていうのかな、冷凍されてないブルーベリーが手に入ったらね、それでちょっと実験したいなと思ってます。要はまああれも木の実じゃんな。ブルーベリーでエネルギーを取りつつ絶食するっていうね。生揚げもなしでさ。ブルーベリーとドリンクね。トヤミックス3杯とブルーベリーでやるみたいな。なんかそういうのもやってみたいんだよね。あるいは、人参ジュースとトヤミックスとブルーベリーっていうね。その実験もちょっとしてみたいんだよね。割といい感じかもしれないんでね。精神状態とかさ、あと若返り具合がさ、まあどっかでやりたいなと思ったけど、とりあえずね、これだったらもうずっと続けられるっていうところにまず持っていきたいんだわ。で、そのこれだったらっていうところに入ってくるのが生揚げですね。今日やった感じがすごく、まあ調子よかったし、これだったらもうずっと続けられるっていう感じだから、まあ、生揚げ2枚だな。生揚げ2枚と、あとまあ間食でマクロビハとかね入れて、で人参ジュースとトヤミックスでやるっていうね。ここだね。ここだったらもうずっと続けられるから、でまずそこでやって、でそこからちょっとだんだんとね絞っていくっていうね。生揚げの量を減らしていったり、マクロビハービスケットもまあなしにしていったりね、まあ、まずは濡れおかきなしにして、でちょっとね減らしていこうかなと思ってます。甘栗が感触としてすごく優秀だけどね。砂糖も使ってないし添加物もないからさ。あとブルーベリーの冷凍のやつも優秀なんだけど、やっぱね、凍らせちゃうとね、味が落ちるよね。すごくなんかふにゃふにゃって感じでさ。まあ、ちょっともったいないかなと思うんでね。またちょっと補充してもいいけどな、ブルーベリー。だから買うとね、結構食べちゃうんでね。
なんだかんだ言ってあるものはねあるだけ食べちゃうんでね一袋食べちゃうとちょっとねお腹の調子がいまいちになるんだよね。ブルーベリーもね少しだけだったらいいんだけど、一袋 350g 取っちゃうとねちょっと良くないんでね、まあ、それで、まあ、しばらくねブルーベリーやめてたんだけどね。ただエネルギーも結構取れて、あれ調子いっちゃいいんだよな。絶食の時にはいいんだよあれ、絶食するって時にはね、固形物を取らずにやるって時はね、まあ、アリチョ固形物だけど、まあでも液体寄りだよねっていうね、果物寄りだからさ、まあそんな感じです。しばらくはちょっと生揚げ実験ですね、生揚げでやっていく、生揚げとりあえず2枚ですね、2枚でやっていくってとこです。でまあ飽きてきたらね、飽きてきたらちょっと本格的にねブルーベリーとか、まあ少しだけのね果物とかでエネルギー確保して、で 1.5 リッターでね回していくのもいいかなって、ちょっとどうするか分かんないけどね。まあなるべくあの固形物でも硬いものじゃなくって液体寄りの固形物だね。でそれで実験するっていう、まあそういうふうにちょっと持っていきたいなと思ってるところです。ただ今はちょっと生揚げはやっぱねなかなか調子がいいもんで生揚げ調子いいんだわ。あれ食べるとすごい落ち着くしね、精神状態も良くなるし、いいんだよね、とりあえず生揚げでちょっとしばらくねやろうかなと思ってます。意外とね、意外と生揚げでやってったら案外、なんか顔の状態も良くなるかもしれないし、そんなところです。これおすすめこれね焼肉のタレ無添加ってやつ、多分ネットで探したら出てくると思うけどな、無添加の焼肉のタレっていうねそんな感じかな。そしたら実験生活1338日目完了です。それではまた明日。